どうも、レウンゲーム TV です。今回は、案内所の掲示板に関する小ネタ検証企画。案内所の掲示板は、お知らせがある場合、鳥が止まる仕様になっています。昼間は、黄色い小鳥が止まっていますが、夜間になると、フクロウに変化します。しかし、黄色い鳥がフクロウに変わる瞬間は、今まで見たことがありません。そこで、昼と夜の境目あたりで、案内所で待ち続ければ、小鳥がフクロウに変わる貴重な瞬間が見られるのでは。というわけで、日が沈み始める夕方6時前あたりから待ち続けてみます。6時になりましたが、まだ黄色い鳥のままです。もっと暗くなるまで待ってみます。7時になり、かなり暗くなってきましたが、まだ鳥が変わる気配はありません。7時半ぐらいになると、ついに流れ星が流れ始めるも、まだ小鳥はいたまま。ホタルも飛び始め、ほぼ夜なのに、小鳥のさえずりが聞こえるという不自然な状態になっている。そして8時前になり、完全に日が沈み、さっきはフクロウがいた時間になったのに、まだ変わる気配はありません。もしや、このままずっと変わらないのでは。不安になってきた。そこで試しに、ラジオ体操をやってみると。あっさり変わった。ずっと待ってても変わらないものの、ロードを挟むと変わる仕様になっているようです。ちなみに、6時にロードを挟むとフクロウに変わったので、小鳥からフクロウに変わる境目は6時に設定されているようです。そして、そのままラジオ体操が終わってもフクロウのままでした。変わる瞬間は見られなかったけど、夜に小鳥がさえずるレアな光景を見られたので良しとしましょう。以上、案内所の掲示板で検証企画でした。